こんにちは。今日も機嫌よくテネレ700に乗って、ツーリングしています。今日の目標がですね、実はこの、新井のツアークロス3って実は長いことかぶってなかったんですよね。まあ使ってなかったというかタンスに置いてあったんですが、最近ちょっとまあ使い始めて、そうするとですね、この内装がだいぶね、なんとなくへたってきてるっていうかいうことに気がついて、今日はですねパーツランド岩崎まで、内装交換に行きます。電話したらね、まあ在庫があるということなんで、まあ、ツーリングも兼ねて行って内装交換しようかなと思っていますので、今日もよろしくお願いします。今サンライズ大橋を気持ちよく渡っています。吉野川も綺麗ね。ただまあね、この前の大雨と台風で、だいぶこう川自体は濁ってますけどね、まあまあそれでもいい感じやね。松重のパーキングエリアで、休憩しています。最近ねちょっとこうもう一度昔のことを思い出して、できるだけ1時間に1回ぐらいはまあ、休憩取るようにね、しようと思います。最近考えてみたらあんまりね休憩意識的に取ってなくて、疲れてきたら休むやいう感じだったんで、そうでなしにねちょっと時間でできるだけ区切ってこまめに休憩取りながら行こうかなと思っています。高松自動車道、まあ行ってます。高速道路はいうもやっぱり休み休み行くってことが大事なんだろうな。でね、だんだんこう、まあ年と関係あると思うんやけど、ヘルメットってね重いですよね。だから普通の車なんか運転してるのに比べてこんなもんかぶってるわけですから、やっぱりこうね休憩してヘルメットも取って体ちょっとリラックスせんとほらあかんわなという、そういうことをね、再度、都市一滴でね意識してます。まあでも気持ちよく走れてますね今日は。それでね気温がね本当にこう落ちてきて、バイクで走るのに本当にいい季節になってきましたよね。まあまあこんなこともあって環境整備のためにというか、ヘルメットの内装も新しくしてっていう風にしてます。もう少しで津田の松原が来ます。あ、ここ讃岐市に入りましたね。うどんは食べませんが、立て吐いて食べへんだろうな。津田の松原ではやはり休憩したいと思います。もう休憩に次ぐ休憩ほんまにそれぐらいがちょうどいい気がするな。津田の松原に着きました。休憩、これはしかしまだ1時間も経っとらんないけどね、まあ、ちょっとでも休憩を余計して行こうかなっていう感じやね。ようけ車通っとん、止まっとんな。久しぶりやな、バイクが1台も止まってないっていうのは。新井のツアークロス3のインナーをですね
新しいのに変えました。ちょっと長いことこの、ヘルメット使ってなかったんで、ちょっともうそろそろね、新しいヘルメットの中身をしようということでやりました。いい感じになりましたね。それではヘルメット気持ちよくなったところで、なんかしかし天気が悪くなったような感じやな、これ。だんだん、あ、パラパラっと雨が来たぞ、これ。嫌な感じ。どうなんかな。こんな感じで雨降るかな。まずいぞ、これは。先ほど雨がパラパラっとこう降ってきたんですけど、向こうの方、今から行こうという山の方は、そんなに天気悪そうでもないので、大丈夫かな、山越えは。ちょっとね、今パラリと来てますね。ヘルメットの内装を変えるとね、すごく気分がいいですね。もう本当新しいヘルメットになったみたいな感じで、またこう大事にできるっていう感じやね。ちょっとしばらくね、本当にこう使ってなかったんで、これからちょっと可愛がってね、大事に使っていこうと思っています。道の駅塩の湯やってきました。この前ね、この現在地8番から内場ダムの方へ行って、六甲天満ヶ原線という、こう、まあ林道ですね、でこれを行きましたね。今日はあんまりこう山の上通ってね、徳島の方に帰るっていうのはもうやめました。できるだけこうすっきりしたこう綺麗な道で、こういうね、ツーリングを楽しむことにしました。気持ちいいよね、この道。まあまあ天気がねちょっとあれなんで、残念ですけども、でもね気持ちいいですよ、この道は。本当にこっからこういう風なね、まあ、ワインディングっていう例だろうな、これぐらいのあれかな、そこを気持ちよく走るこう楽しみやね。今日の目的がね、すごく うまくいってるんですよね。まあヘルメットの内装を変える、新しいのにするっていうことはまあそうなんですけど、こういうふうに走りながらね、新しく導入したビーコム1のスピーカーの、まあ、つける場所とか、そういうのをこうきっちり細かく調整するっていうのが今日の、まあ、目的なんですよね。さっきうまくいってたんですけど、実はちょっとこう下すぎて、で耳がちょっと痛いところがあったんで、今度もうちょっと上に上げてとかいう風にね、そういう風にセッティングして、一番こうぴったりくるところを探すというね、それがこううまくいってますね。今のところ順調にいってる感じです。このヘルメットは逆に言うたら、そういう調整がこうだいぶ効くんですよね。もう一回ちょっと帰ったら、今度省エイのヘルメットの耳のスピーカーの耳の位置なんかもう一回ちょっと確認してみないかな。こんなん線でもまあもう普通にこうちゃんと聞こえとったんで、なんとなくあれだったんですけど、ちょっともう一回こうね、場所が合ってるかどうか確認するって大事かもわからんね。パッと気がついたらバイクの温度計も23度になってるし、こういう道の旗のね、温度計も23度でしたね。なんとなく寒いなと思ったんよね。ちょっと涼しいというか、っていう感じだね。23度っていうのはちょっとね、すごいですよ。久しぶりにこの能面道路走るね。こう長いこと走ってないような気がするな。あ、でもカーブでは走ったか。ハンターカブさんと一緒に左側の山の方いろいろ調査研究したか。そういえば吉野川の北岸をですね、まあ
帰ってます。ようけ草生えとんな、これ土手に。久しぶりに吉野川のこの北岸の土手ですね、こう走っていますが、やっぱ気持ちいいね。今一生懸命草買ってくるよね、土手の草を。最高ですね。ということで、今日はですね、この美しい北岸でお別れしたいと思います。またね、このビーコンを使って V ストロームさんと、話をしながらツーリングする動画もアップできたらなと思っています。今日は本当にありがとうございました。それではさようなら、バイバーイ。